はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。こいつ、今回はフーラを使っていこうかなと思ってます。黒目がいらん赤いままの方がかっこいいわ。まあ無限上昇系の、まあ 100% アップですね。必殺技発動時で、発動するたびに、まあ中核率で追撃の発動するたび回心率上がっていくという風な感じです。はい、オール2次で長期戦向けのパーティーです。やっていこう。並びはよし、今んとこよし、今んとこよし、悪くない、悪くないよ。で、無限上昇はしっかりとちょっとケアしていきたいよね。やっぱりそういうの超重要だからさ。で、フーラはあの必殺技発動時なんで、そこが注意だから、初手で置けるキャラではないけど、そこで打ってくる、まさかの。って HP44 万、まあ微妙な感じだね。てかめっちゃ痛いんだけど。追撃なしか。そうか、 OKOK、 いいよ。てか追撃の時の目が拡大するのは嫌やな。なんか黒目が気持ち悪いな。で、このパーティーね、あのリンクよくて、気力リンクとアタックリンクがメイン、あと回復がありますと。で、オールカバーしてるやん。制服の野望、宇宙最強の一族と、制服の野望がアタックだったかな。で、宇宙最強の一族が気力リンク、宇宙最強アタック、驚異的なスピードリン、気力、ボスキャラが、アタックディフェンス変身タイプ、回復超激戦がアタックとなります。で、あとは制服の野望とかも一部ではあるんですけど、それが制服の野望、恐怖と絶望があるんですけど、それはまあ気力リンクですね。次タイか、タイだったらこのまま行くか。まあフリー属性ではあるけど、ただまああの長期戦向けとは言っても、本当にあの一般的な長期戦向けではない。うん、徐々に今、そうだね、結構その定数が決まってる、そのもう行き地が決まってる部分もあるんで、あそこがちょっとやりづらい部分ではある。どうしようかな、これ発動しよう。好意に思うがよ、俺の究極の変身を見られるのはお前が最初で最後だ。かっこいい、かっこいいわ。濡れる濡れるディフェンス値、そうだね、4万9000か。まあでもこっから 100%、 まあでもこっから 100% 上がったとてだけど、まだちょっとずらそう、ずらします、フリーザをね。 OK、 ただここで倒すとちょっとまずいな、今気づいたら。ずらさん方が良かったかな。あ、倒しそうにはないか。 OKOKOK、 追撃もなし。デスウェイブ、追撃はない。だったらフリーザ先頭に置こうか。そうだね、そうしよう。フリーザ、なるべく同色キダマを取るのは超重要で、それで大猿に間に合わせるのが重要かなと思ってます。大猿がね、かなりきついです。なんならもう一発で必殺で40万食らうなんてザラなんで、大猿に間に合わせてドッカンモード入りつつ、ウィスを使ったりとかしてアイテムでケアしていくっていうのが本当に一般的かなと俺は思うぜ。はい、スーパーノバー、いいね。まあでもフーラってまだ極限 Z 覚醒の枠を残してるのがでかいよね。だいぶ期待できちゃうわ。これ大丈夫かな。でも必殺飛んできたら死にそうな気すんな。必殺飛んでこなくても死にそうな気すんな。6万食らうわ。だいぶきついわだいぶきついよ。
結構ね本当にフリーザクーラーフリーザとかクーラーとかでこういう長期戦っていうのはきついで、フルフリがいたら話は別かもしれない。でもフルフリはね入れれないんですよ。これ僕持ってないし、なおかつリーダーでフレンドリーダーで選んだ場合永遠の宿敵だったかな、持ってないキャラがクーラーは持ってないかな基本だと。フルフリも持ってないんで、まあそれがきつい。いよいよ、さあデスグライド惜しい、もう一発ない？ OK、 これで倒せるか微妙なんだよね。倒せはせんか、倒せはせんし、めっちゃ食らうし、そしてフリーザが変身するし、一発マイナスになるし、どうしようかな。俺のフリーザ打ってフレンドのフリーザはマイナス1っていう風に覚えときましょう。でそうすれば追撃フレンドが出せばなんとかなる。はい、オッケー。フリーザのコントロールがマジでむずいんだよね。ああこれ繋がんないんだ、変身タイプが。初めて知った。これでいきます。まあまあまあ、まだ上がってないからね、こっから上がるから 100%。 さあ113万と、まあちょっとずつではあるね本当に。まあでも会心率が上がるのでかいね。そい、痛いな。あ、避けるんだこいつ、忘れてたわ。まあ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 、さあフリーザになると、あーどうしようかなこれ。フリーザ打って、いやまだゴールフリはしょっぱいからな、どうだろうな。なんかドッカンモード溜まりそうやから、このターンで倒すのが一番ベストだね。ただ次火力出せるキャラがそんなおらんかった気すんな。よしナイス追撃。これでクーラーが追撃なかったら、必殺追撃なかったら怖いな。まあ普通にあるとは思うんだけど。ナイス、危なパーン。わしょい。ああ追撃なくてもいけたね。でこっからが本番ですよ。こっからが真面目に本番。なんでそういう攻撃の取り方する。いやー受けたくねえな。いやーでもクーラーだな、クーラーで撃つしかないんかな。そうだよね、クーラーで撃つしかないよね。いや一発 KO あるからな、こうウィス使おう。クーラーで撃たなきゃ多分俺はいけない。これはクーラーは置くキャラじゃないんで、先頭とか、あ、真ん中ケツに置くキャラじゃないんで、あのフリー属性なんで、ね、多分消しとくんですよね下手したら。でそれを考えるともう戦闘しかパターンがなくなっちゃうよ。ただ会心出さんと俺がちょっとやばいかな。まあ出さんでも減ったな。多分一発目は会心出てなかったはず。
ストイ。いいよいいよ。121万。いやー、ウィス使って20万減るのは痛いよ。さあフレンド追撃ない。マイナス1のままか、きついな。だったらもう急いで倒そうか。ただゴルフリを残す意味があんまりない、次のことを思うと。もうゴルフリー以降は上がんないんで、別に無理やり打つ必要はない。よいよいよいよ。ただ次クーラー始まりの方が良かったな。多分クーラー始まり厳しいよな、これだと。まああとはこいつのアタックにかかる。509万、高い。これは消し飛ぶんじゃない相手で、確定回信でしょ。あーんあーんあーん、そう来る。いや、やばいわね、やばいわね、これはやばいわね。落ち着け落ち着け。多分飛んでこないと睨もう。飛んできたら知らん、もう諦める。飛んでこなくてもやべあれ、ちょ倒してないやんけ会心出して倒す予定やったのに。はっちゃんやないか、これはっちゃんコースやん。この曲かっこいいよね、めっちゃ好きっすわ。で今が26、え、ちゃう、27万か。で8ちゃん使って、32万まで上がって39万。 OK、 こうだね。この曲かっこいいよね、マジでかっこいいと思ってるわ。まあまあ普通の攻撃だったら全然防げれるし、大猿ほどの脅威はない。いいね。ただ必殺打ってこねえの怖えな。さあ消し飛べ。いいね。アタック値は無限上昇だからこいつ火力やべえよな。てか打ってこねえ。518万、追撃あれば結構減らせれる。はあ、もうそれあかんちゃあかんちゃあかんちゃ、せっかく回復したのに。やそういうのやったらあかんちゃ。ちょっと俺泣いちゃうぜ。いやマジで、せっかく回復したのにや、そういうのやってくるっちゃ、そりゃないんちゃう。いやマジか、そんなん反則だ。もう一発はない。ここで撃ってきたら俺死ぬよな、確実に。でもいや、打ってこないこと祈ろう。たまには打ってこんでええんやで、たまには打ってこんでええんやで。よし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 、耐えた耐えたでござるよ。29万、お前なら防げれるな。次技属性だからな、残しとこっか。火力は高いんだよなこのパーティー、無駄に無駄に火力は高い。あの第三形態といい、力のクーラーといいね、まあタイのクーラーも火力あるよね。硬っ。
どうしようかな、次技だからな。避けやがって。素直に当たればいいもの。強い。これ第三形態最終ステージ無双するんじゃない？パーン。はい、OK。さあ来ましたね、最終ステージだけど。ちょっとウィスだけ使おうか。さすがに怖いよね。で、今のディフェンス値がこんな感じ。11万の28万。20万か。20万、11万ね。OK、覚えた。で29万の11番ね、まあ、これで発動時どれぐらい上がるか。そい、いいね。132万なんでどうだろうな。うわー、ディフェンスどうなんだろうな。結構ありそうやけどな。20万めっちゃ食らうやんめっちゃ食らうやん。いや、これ最終ステージだからこんなに食らうのか、俺のフーラがしょぼすぎてこんなに食らうのか分かんないんですよね。必殺技発動時なんで、そこがねちょっと分かんないところ。でもまあ明らかにゴルフリの方がステータス高いからやっぱり見劣りするね、君は。ちょっと見劣りするね。まあここでとりあえず第三形態が火力を出せばもう問題はない。オッケー、当たればいいんだよ。あー、もう素晴らしい素晴らしい、今もう素晴らしい素晴らしいけど、ちょっと少ないかな。ちょっと与えるダメージ少なかったかな。素晴らしいけどね。素晴らしい。でアイテム効果が切れると、ウィスもないんだよな。と言って受けれるキャラがおらんからな。まあ一応使うか。怖いなここ。とりあえず使ってみた感はあるけど、とりあえずディフェンスは上がってるからなんとかなってほしいけどな。さあフーラ様135万。139万。やめて。どう、はっちゃんの効果は32万。アホですか。どうだろう、このクーラーが守れるかどうか分かんない。なあ、しよしよし。ただ足りねえな、一発分足りねえかな。このクーラー守れるかな。守ってほしいんだけどな。だダブでだはい、待てな感じで、まあ、フーラつく。うわ、惜しい惜しいね。フーラ使ってみた感想。弱いっすね。弱いです。個人的には弱い。まあ、貴重な無限上昇だけど。
弱いね。はい、まあ皆さんもぜひね、まあ、クーラーとフリーザの合いの子なんで使っても全然かっこいいしいいと思うんですけど、もうちょっと強さ欲しかったかな。はい、ってな感じで、今回は負けました。いや精神的に答えるねはい、まさかなあんだけだったのにな、惜しかったな。まあいいや、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。